皆様こんばんは。3月8日今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。今ご覧いただいておりますのがドル円の時間足です。今日も108円の53レベルまで1回上がって今反落をしておりますが、それでも108円の40近辺、かなり底堅い展開になっております。ちょうど今ご覧いただいているそのチャートの中でもその青い線、これが21移動平均線ですが、これは時間足なので21時間線になります。本当に綺麗に全部ロウソクの下冷えを全部止めているといった形になりますし、超えているのもわずか、これが丸9近辺で、これが14ですね、5線下回っている。ここも23で、移動平均が28なんで、やっぱこれも5線ぐらいですね。ことはですね、もし拾おうと思えばこの移動平均線の5線下ぐらいじゃないとなかなか引っかからないと。もしこれ5線を超えてずるっと大きく下がった時っていうのは、それなりに大きく下がる可能性は当然あるわけですね。で、現状でございますけど、この21移動平均線が108円の364で、5線下、まあ、31、まあ、丸めて30という、じゃあ8円の30でオーバーナイトで差し値を入れますかと言われたら、私やっぱり入れないです。拾えなくて仕方がないなと思いながら、買いはですね、自分が朝入れた108円の15、この水準に、固執してみたいと思います。ダメならダメで、拾えなくてもいいやというふうな考え方ですね。108の15を買いで、ストップロスを107円の、これ90で、そして、ロングの利食いを108円の、45でイメージしてみたいと思います。あんまり高いところやっぱりロング取りたくないっていうのが本音ですね。だんだんとマーケットのセンチメントがドルブルに傾いてきて、もう買えないんだったら飛びついてでも買わないとっていう気持ちの人間が増えてくればくるほど、何かがあった時にガラッた場合にですね、下がスカスカになってるっていう可能性もあるわけです。みんなロングになっちゃってて、そうなった時ってやっぱり怖いので、まあ基本ですね、日中はもう別に差し値じゃなくて成り行きで勝負すればいいんで、差し値で拾うんであれば少し下をというようなイメージで見ております。ユーロドルです。ユーロドル今日 1.1955 で売りを差しましたが、高値は 1.1935 すらつかずに落ちました。もう非常に戻りがやっぱり鈍いっていう展開で 1.18786 まで下がって、いやちょっとこれはね、自分が 1.1890 ぐらいで利食いを考えてましたから、その利食いさらに下へ突っ込んでるという状態なんですね。でまあ自分でもこれ戻り売りをするとすれば、やっぱりレベル感から変えませんので、やはりあの戻り売りをするとすればやっぱり 1.19、まあ、せめてあのこの35近辺かなというふうに思います。1.1935 売りで 1.19 の、ストップロスを、この辺りの上髭を超えてきたらダメなんで6号で、そして、買い戻しは 1.18 の8号で、今日の最安値よりは それの手前でショート買い戻したいというようなイメージで見ております。ユーロ円です。ユーロ円は、今日はですね、128円の9号で買い足しということで、差し値を入れてですね、これが979で止まって、ちょうど5分足ちょっと見直してみたいと思います。ここのところですね、で止まって、これが私の9号はつかずにそのまま上129円のこの144まで上がりましたけれども、ここの時点で、ジンクスで私差し値をキャンセルいたしました。でその後ずるずる下がってきたので、まあ置いとけばその9号はついてるわけですけど、これは今差し値を外しているので全く差し値できておりません。ちょっとこれだけ見るとやっぱりあの上値がだいぶ重たいなという気がしまして、あんまり買いたい気持ちがなくなってしまいました。戻り売りをした方がいいのかなというイメージなので、ちょっと離れたところ、129円のこの20近辺ですね、これを売りを置いて129円の50でストップを、
買い戻しは128円の85銭で、ちょっとこれは浅めに考えてみたいと思います。ドルが上昇で、ですからドル円が上でユーロドルが下という形で、掛け算のユーロ円は方向感があまりはっきりしません。なのであまり深い差し値は置かないようにしたいなというふうに考えました。ポンド円です。ポンド円につきましても、朝方考えたのは149円の6号の買いで、こちらの方がですね、149円の693で止まって、反発をしてしまいました。これもちょっと5分足見たいと思います。ここですね。ここで拾えずに、結果的には今後150円の〇〇5まで、上昇しておりまして、ここのところで、ジンクスで、差し値はキャンセルをしております。本当に5000内外に、到達したのがユーロ円やポンド円で、まあこれが拾えてればね、それなりにちょっとした利食いにできたと思うんで、ちょっともったいないかったなという気はいたしますが、でこれも一旦外した後149円の681まで下がって、これでも6号は拾えてないです。で結果的には150円台の112までまた上がるといった形で、現在は、まあレンジの中で揉み合いといった形になっていると思います。やるのであれば、買いはですね、やっぱ149の50ぐらいまで待ちたいと。それで、ストップロスを149円の、ここで200時間の移動平均線が277、まあ25ぐらいにあるんですけど、さらにちょっとこの下、こちらの方ですね、下ひげが何本かこう揃ってるようなところ、149円の、101号ゾーンぐらいだと思いますんで、1号でストップを考えてみたいと思います。ロングの利食いは149円の50が買えたら150円のところですね、を考えてみたいと思います。150円の丸5でロングの利食いを考えてみたいというふうに考えています。ポンドドルです。ポンドドルについては、若干やっぱり朝方コメント書きましたように上値が重たいというふうに思います。戻り売りであれば 1.38 の80近辺、ちょっと遠いんですけどね、 1.38 の80売って 1.39 の10でストップを、もしその手前でも1回売りたいということであれば 1.38 の65近辺も売れるとは思います。ただできれば引き付けて80ぐらいまで待ちたいという気がしております。ロングの利食いはこの 1.37 のこの75とかが割れてくると、ちょっと下がはっきりしなくなりますけれど、そうですね、ちょっと時間足じゃなくて12時間37台、やはりこの 1.37 の60ぐらいですかね、をまあショート振った場合にはプロフィットテイクでイメージすればいいのかなというふうに思います。これも何て言いますか、ちょうど今サポートラインに当たっているところでちょうど止められている方、 1.38 近辺で止められてますが、これ抜けてくるようですと、やっぱり 1.4240 からのこうずっと上昇してたものがこう崩れ、パターン崩れて、例えばこの12時間線の、90移動平均線とかを割り込んで、しかも雲を割り込むといった形になるんで、やっぱりこれは売りが強まって、それは叱るべきだろうという気がします。 OG 円です。OG 円も83の20で、差し値を入れてた分がですね、これは、ここで83の、20というのがちょうどここですね、で、拾えまして、で速攻私83の、262でやめておりますが、高値はなんと270まででございました。ここでやめなかったら今やられてるという状態になってます。なので、まあ、朝方 その自分が考えている売買方針、今日なんかも8時台とかで作ってるわけですけど、その相場感を夕方5時以降も引きずるというのはやっぱり非常に危険で、それは当然朝方考えているものと前提条件が変わってるので、そこで買いをさしてて
拾ったもの、やっぱり感触悪いと思えば即時にやめるべきだし、もしくは貝がつく前に刺し根を外すのも当然ありだと思います。まあ、私なるべくその、自分が刺したものに関してはまあ、キャンセルはしたくないなとは思うんですけど、ジンクスの場合は仕方ないですけど、そうじゃなければやっぱりキャンセルをしないで、一応朝方見てそのまま刺し根をしてらっしゃる方が中にはいらっしゃると思うんで、勝手に小林外してんのかよって言われるのも嫌なんで外しませんけど、ただやはりそのこの時間帯になってやはり前提条件が変わってきて、今晩の相場展望で考え直す場合にはですね、それは刺し根やっぱり外すなり水準変えるなりした方がいいだろうというふうに思います。で、じゃあ朝方嗅いで見ていた王子円なんですけど、このようにやっぱり陰線こう3本続いて出てきて、やっぱり83の60アッパーが重たかったという印象はやっぱり強い。そうするとまあ83円の40近辺売ってみて、83の70でストップを、買い戻しは82円台3円割れたところで突っ込んだ82円の85近辺で買い戻しを考えてみたいというふうに思います。オージードルはやはり上値が重たくなっているというふうに思いますので、これも 0.77 の上 0.77 の10で売りを、 0.77 のこの直近高値のところですね、この辺りですね、これ抜けてきたらもうダメだと思うんで 0.77 は3540ぐらい、まあ、35でもいいですかね、損切りを。 0.76 台の安値に関してはこの一つの、まあ、20近辺っていうのはあると思うんですけど、まあ利食いですから 0.76 の25で考えてみたいというふうに思います。最後にニュージー円です。ニュージー円も非常に上値が重たくずるずる崩れてきております。これは朝方売買方針は立てましたが、実際にこれは差し値は入れておりませんが、77円の50で考えました。77円の50っていうのはもうこの辺りなんで、とっくにここでできてるわけですけど、50が成立してからって戻りが50超えないんですよね。でずるずる今30台の前半まで下がってきて、差し値そのままにもししていればこれやられてる状況です。でここはギリギリ524で、届かずに1回716まで上がった後50潰れて50が戻れないといったパターン、ちょっとやっぱりロングっぽい匂いを感じます。なので、夜に関してはやはりちょっと売りから入ってみようかなという気がしております。77の、やはりここで50のポイント55ぐらいですかね、77の55売りで77の、80でストップを、買い戻しを、これもちょっと5分足とか時間足でははっきり分かりませんので、一つ77円の15ぐらいですかね、これちょっと浅めに、あんまり方向感はっきりしないので、12時間で見た場合には77円の、まあ、10でいいですかね、ごめんなさい、77の10に変えます。で考えてみたいと思います。でニュージーはタイドルなんですけど、こちらについても上値が非常に重たい、0.72 近辺が重たくなって1回崩れて 0.72 へ戻せずに1回落ちてます。戻り売りであれば 0.71 の60近辺売ってみて 7190 でストップを、で 0.71 の05近辺でしょうか、買い戻しを考えてみたいと思います。朝方全部の通貨を大円は買いで考えましたけれど、これだけちょっと上値が重たくなってきてるんで、オセアニアのクロス円は戻り売りで、ポンドは引きつけて買いを、ユーロ円に関しては戻り売りで、これも朝方買いで考えましたが売りにひっくり返しました。ユーロドルはそのまま売りで、ドル円に関しては朝方と変わらない、少し離れたところでございますが8円の1号の買いを今晩続行してみたいというふうに思います。
まあ、もともと、もし1号買えたらロングの利食いは8円の6号ということで、先週ですねの高値とほぼ釣り合わせをしたところで利食いを考えました。今日もう一回上がって、今日は53までやってるんで、まあ、5丸は突破しておりますが、ここでやって64、先週金曜日の高値を越せない、雇用統計の時の高値を越せずにもう一回下がってきてしまうような状況だと、一回コンソリデーション、まあ、調整が入ってもおかしくないな、そんな気がするので、一旦今日は1号で買いを指しますが、ダメな場合には7-90でしっかりと損切りを置いておきたい、そんな風に考えています。また今晩何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。今晩の相場展望チャート分析編、この辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございました。それでは失礼します。 JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容は、スキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。